はい。みなさん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドルエンのテクニカル分析を3分で解説します。本日、週初ということで、週間見通しとなります。まずは結論から。はい。週足ボリンジャーバンド一目金公表、トレンドはありません、ね。ストキャスティックス、回シグなりが点灯ということで、はい。週足ベースは、底堅く薄いと考えております。続きまして、冷やしです。ボリンジャーバンド一目金公表、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、回シグなりが点灯ということで、冷やし、ベースは、 上目線と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジススタンスをご紹介しますはい、まずは、週足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線、真横を向いております。週足ボリンジャーバンドはトレンドレス状態です。はい、週足ストキャスティックス、買いシグナルが点灯しております。はい、こちら、週足の一目均衡表です。ローソク足が雲の中に入っております。明確なトレンドは出ておりません。 はい、続きまして、冷やしのボリンジャーバンド、トレンドの方向性示さ、赤い点線21日移動平均線上昇しております。はい、そんな中、ローソクアシアと言いますと、サポートラインとし、えー、レジスタンスラインとしてワ握しておりました、21日、えー、21日移動平均線上抜け成功、さらには現在は、プラスシグマラインを上抜けトライ中ということで、冷やしのボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。冷やしのストキャスティックス強い買いシグナリが点灯しております。 はい、最後、こちら、冷やしの一目健康表です。形状的に言いますと、上昇トレンドの形状ということです。はい、それでは今週のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは134円ちょうどレベル。134円ちょうどレベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは137円ちょうどレベル。137円ちょうどレベルと考えております。 はい、まずはキャンペーンのご紹介です。 はい、右のバナーのチームハローンズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハローンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引量に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください はい、そういうことで、ドル円今週の予想レンジです。134円ちょうどレベルが137円ちょうどレベル。134円ちょうどレベルが137円ちょうどレベルということです。はい、まずはチャート形状から。はい、週足ボリンジャーバンド一目均衡表、トレンドレス状態、冷やしのボリンジャーバンド一目均衡表、上昇トレンド進行中。はい、週足冷やしのストキャスティックス、回シグナルが点灯ということで、はい、ドル円今週の見通しチャート形状的には底堅く、水位とか 考えております。ドル円今週の見通し、チャート形状的には底堅く推移と考えております。はい、ポイント期待インフレ率12年ぶり高水準136円台突入ということで。 はい、先週金曜日のニューヨーク時間なんですけども、5月のミシガン大消費者態度指数、速報値が市場予想を下回って、一旦は134円の72円まで下落したんですが、売り一巡後、5月のミシガン大消費者態度指数速報値の5年、10年、期待インフレ率が予想外に上昇ということで、2011年、えー、以降の12年ぶり高水準と。 なったために、えー、追加利上げ観測が再燃しドル買いが強まりましたドル円は135円の745まで上昇しました本日アジア時間なんですけども五、はいえー、等日ということもありまして東京中年にかけてドル買い期待から、えー、9時半頃ですね、まあ、今月の3 が依頼となる136円の丸22まで上昇ということで、はいその後も日経平均株価が堅調に推移したということでリスクオンの円売りが進行現在は136円の2丸レベルまで上昇しております。はいそんな中今週なんですけども今週もイベント多数ということで、はい15日、えー、月曜日21時30分5月のニューヨーク連銀製造業景気指数、はい16日火曜日21時30分4月の小売り 売上げ高18日木曜日21時30分ジョブレス新規失業保険申請件数同時間、えー、5月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数あとは19日金曜日ですね。はい、24時にパウエル frb 議長の、えー、発言ということです。あとは注目されております。債務上限問題なんですけども。 はい、アメリカのホワイトハウスがバイデン大統領が G7 に出席するため18日から訪日すると発表しております、さらに本日のアジア時間なんですけどもバイデン大統領が債、えー、務上限問題の協議は火曜日になると思うと、えー、コメントを出しております。はい、こちらもも、ね、マーケットを洗いい、ね、値動きにになるる可能性もありますお取引さされる際には十分ご注意くださいと いうことです。はい、最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。